皆さんこんにちは、リハルミです。今日は新しいジンバルが届きましたのでカメラを回してます。モザエアクロス S です。こちらが新しいジンバルです。今までは車の撮影等で使ってたのはこちらのモザミニ P でした。今はこのモザエアクロス S にはソニー ZV-E10 に広角アダプターマイクをつけている状態です。モザミニ P を使ってた時はこの E10 よりも軽い ZV-1 をつけて撮影してたのですが、結構私はストレスを感じていましたが、この新しいモザエアクロス S はとにかく軽い、そして持ちやすい。これは本当に商品が届いて持った瞬間びっくりしました。なんとモザイアクロス S は液晶がついてます。すごく扱いやすいですよ。この液晶がついてるっていうことは、あのモザミニ P はね、このトリガーを何回押せばこのモードになるとかっていうのを覚えなきゃいけなかったんですけど、これは液晶がついてくれているので初心者の方でも使いやすいですよね。女性でもね、この片手で持って E10 をつけてても扱いやすいっていうのがすごくいいです。安定してね、スムーズに動いてくれます。でモーターの出力が倍以上になってます。こっちが 0.9 から 1.8 にまで進化してくれてるので、余力があって、いや本当にありがたいです。で何より便利なのがオートチューニング。モザミニ P はスマホのアプリにつなげてやってたんですけど、このモザイアクロス S に関してはこの本体でオートチューニングができるので、ケースから出してもこの状態でオートチューニングができるので本当に便利です。これからジンバル買おうかなと思ってる人は、今 Amazon で3万5000円ぐらいで販売してるのでおすすめです。さらにこんなに可愛いケースがついてくるんです。モザイアクロス S にはこれは嬉しいですね。こうなってます。もうね、今までモザミニ P 使っていましたが、デザインがこんだけ違うんですよ。もうどう考えたってこっちでしょうみたいな。これからの撮影はモザエアクロス S でやっていきます。